S3 誕生日相性占い。The show must go on。 本日は当劇場へお越しいただき誠にありがとうございます。今回前説を担当させていただきます住野ふと申します。上演に先立ちまして今回の演目を簡単に説明させていただきます。この演目では A3 に登場する満開カンパニー所属の計26名の役者たちと誕生日を使った相性占いができます。各役者ごとに相性のいい誕生日は5つから6つ、ここに役者と同じ誕生日という条件を含めても確率は約1/2。先に申告しておきますと僕の誕生日は出てきませんでした。そんなわけで僕と同じようにすり抜けてしまった方は誰とでも相性が良くなれるということで箱押しということにさせていただきます。前説は以上です。それではいよいよ春組から誕生日順に見ていきましょう。 S3 誕生日相性占い開演です。春組のトップバッターは佐久間朔也、3月9日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。朔也の純粋なまっすぐさは心が現れますね。続いて臼井真澄、3月30日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。マスミは主人公が好きすぎてたまにしょんぼりしてしまうところがとても可愛いですね。そういうギャップにやられた方も多いんじゃないでしょうか。続いてはみなぎつづる、4月9日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。1週間で台本を書き上げてしまう怪物、村人 C。 続いては宇月千景、4月15日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。嘘つきマジック先輩、嘘が上手い男はモテる。続いて茅ヶ崎至る、4月24日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。一流商社とハイ課金ゲーマーをオンオフできる男、そのギャップは凄まじく千秋楽での涙はもう。晴れ組の最後はシトロン、5月15日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。最初はうさんくさいやつが来たなぁと思っていましたが、その気遣いと面倒見の良さはまさにおかんクラス。さあ続いては夏組に参りましょう。イカルガミスミ、6月6日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。三角形大好きキャラという天才が生み出した産物。続いてはスメラギ天馬、6月21日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。ツンデレポンコツ俺様役者、でもなんだかんだで優しいんですよね。続いてはルリカバユキ、7月8日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。毒舌女装男子、特にあだ名の付け方が秀逸で村人 C は草。続いては兵道クモン、7月20日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。ブラコンブラザーズの弟。続いては三好和成、8月1日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。チャラくてコミュ力が高い芸術家、この作品はギャップのあるキャラが多いですね。続きまして崎坂無垢、8月30日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。心優しいメルヘン少年、それにしても聖フローラ中学って何回聞いても女子校。さあここからは秋組の時間です。トップはこの男、摂津万里、9月9日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。何でもできるがゆえに適当にやってた彼が芝居にのめり込んでいく姿、めちゃくちゃ良かったですよね。続いては兵道十座、9月27日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。ブラコンブラザーズの兄、こういう硬派な一匹狼って男も好きなんですよ。続いては七尾太一、10月11日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。モテたいがために入団したバカ犬ちゃん、いやーでも太一みたいなムードメーカーが秋組にいてくれてほんまに良かったっす。続いては泉田あざみ、10月25日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。いやー左京との関係いいですよね。続いては伏見尾美、11月2日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。圧倒的なおかん、秋組ってマジでヤンキーかヤクザしかいねえな。さあ秋組最後は古市左京、11月23日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。いやー秋組のこの年齢感ってめっちゃいいですよね。この左京さんの30代ヤクザの持つ特有の大ボス感、すごく良かったです。さあそれでは最後の組、冬組に参りましょう。御影密か、12月3日生まれ。
相性のいい誕生日はこちら、意欲喪失のサイコスリーパー。いやー、もうすぐ誕生日なのでツイッターのトレンドをマシュマロで埋めたいですね。続いては月岡紬、12月28日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。この紬の一度挫折したけどもう一度役者を目指すっていうところが僕はすごく共感しました。続きましてガイ、1月13日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。会計士としての腕も一級。なんたってガイさんは高性能アンドロイドだからな。続いては雪城あずま、1月22日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。美魔女風な大人のお兄さん。性別ってなんだっけってなりますね。続いては有栖川誉れ、2月12日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。まあポエマーらしく基本はぶっ飛んでるんですが結構面倒見がいいんですよね。さあそれでは冬組の最後、高藤佑、2月22日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。褒めを担いでてもモテる筋肉役者。いやー、真面目でストイックな男っていうのもいいですね。さあ以上で春夏秋冬すべての組が終わったんですが、番外編として少しだけ満開カンパニーの関係者も触れておきましょう。まずは松川伊助、5月3日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。続いては鹿島雄三、7月31日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。そして最後は迫田健、3月5日生まれ。相性のいい誕生日はこちら。それでは以上をもちまして A3 誕生日相性占い終焉です。さあというわけで皆様いかがだったでしょうか。もし自分の誕生日が出てこなかった場合、別の楽しみ方としては自分の家族や友達の誕生日を探したり、別作品の推しキャラの誕生日を探してみたりすると少しは確率が上がると思います。あとは A3 のキャラの誕生日は全部頭に入ってるよっていう監督の方は、各キャラ同士の相性とかを見てみるとちょっと面白いかもしれないですね。ちょっと個人的な話をさせていただくと、僕自身も高校から演劇を始めて大学のサークルも演劇をやってっていう、もう本当にお芝居とは切っても切り離せないぐらいの生活を送ってきたので、この A3 のストーリーにはもう本当に感情移入しかしなかったです。まあそんなわけで、まあ、A3 についての熱い思いはね、また別の動画でも語りたいと思いますので、またそちらの方もよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録高評価、こちらもお待ちしております。コメントもたくさん書いてくれると嬉しいです。いやー、でも A3 ってなんか他の作品に比べてその演劇っていうジャンルなんで箱推しの方が多いんちゃうかなって思うんですけど、どうなんですかね。とまあちょっと長々と話してしまいましたが、今回の動画は以上になります。それではまたお会いいたしましょう。スミノフでした。